今週水曜日またまた来日したパク・ヨンハ。抽選で選ばれた300人のファンを招待した成田空港発貸し切り特急ヨンハライナーが話題を呼びました。車内ではパク・ヨンハ自ら8両編成の列車全てを回りファンに挨拶。車掌よろしく切符を確認してスタンプをペタ。次の車両に移動しようとすると、歌のタイトル「行かないで」とコールするファンの熱気にご満悦のご本人。先日出身校である中央大学から韓流大使に任命されたパク・ヨンハ、日本での活躍が評価されているんですね。